手前にあって、後ろの方にですね、薄めのポケットがあります。で、こちらに PC だったりとかタブレット入れられるような仕様になっています。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ミスチーフチャンネルでございます。今日はですね、新学期直前のおすすめバックパック紹介っていうお話でやっていきたいと思います。こんなギリギリのタイミングでやるなよという話なんですけれども、新学期や新生活っていうところでバックパックを探されている方は多かったんじゃないかなと思います。まだ決まってないっていう方がですね、いらっしゃいましたら、ぜひこちら参考にしていただきたいなと思います。当店はですね、在庫とラインナップまだまだありますし、オンラインストアでも販売しておりますので、全然まだ間に合います。焦らずにチェックしていただきたいなと思います。というわけで、今日紹介したいおすすめのバックパックはこちら、ミルクフェドでございます。実は自分も実際に使っているこれ私物なんですけれども、かなり使い勝手がいいので、ぜひおすすめしたいなと思います。前回ですね、ミルクフェドのコラボのバックパックがありまして、そちらちょこっとお話しさせてもらったんですけれども、割とですね、定番アイテムのラインナップも多くて、定番なので買い替えるってこともできますし、非常におすすめかなと思います。まずはですね、今後定番として扱っていくアイテムが3つあります。そちらを押さえていただきたいなと思います。まず1つ目、ダブルジップバックパック。こちら価格税込み11,000円で、容量23リットルとなっております。容量的には23リットルとやや少なめなんですけれども、形はスクエア型でたくさん入りそうな感じの雰囲気があるバックパックです。そして2つ目、こちらがそうなんですけれども、ネオエンブロイダリービッグバックパックバー、価格が税込み 14,300円になっておりまして、容量32リットル、かなりたくさん入るバックパックとなっております。そして3つ目がアクティブダブルポケットモールバックパック。こちらも価格は税込み 14,300円ですね。容量に関しては30リットルという間のサイズとなります。という感じで、大きさでモデルが分かれているという感じになります。その中でも特におすすめしたいのがこちら、ネオエンブロイダリービッグバックパックバーというアイテムですね。自分も実際悩んでこれにしましたけれども、実際に使ってみて32リットルっていうのが絶妙なラインですね。容量以外にもですね、こちらのおすすめポイントがですね、3つございまして、まず1つ目、ポケットの多さ、そして中に実は仕切りがあって容量の変更ができる、そしてバックパックとしての機能性、この3点ですね。まずポケットに関してなんですけれども、物を入れられる場所が全てで8つございます。メインのスペースから、あとは小物を入れるようなジップのついたメッシュのポケットだったりと、これだけのポケットがあるとかなり便利ですね。小分けにして入れることもできますし、使う頻度によって分けてもらってもいいかなと思います。しかもこちら PC とかタブレット入れられるスペースっていうのもしっかりとございます。通常ですね、メインのポケットの中にスリーブみたいなのがついてるパターンが多いと思うんですけど、こちらですね、メインのポケットっていうのが手前にあって、後ろの方にですね、ちょっと薄めのポケットがあります。でこちらに PC だったりとかタブレット入れられるような仕様になってます。でしかもクッションもしっかり入ってますので、そのまま入れてもらっても全然問題ないような感じになっておりますね。あとはですね、両サイドにですね、ペットボトルとか入れるようなスペースっていうのもありますね。これ結構便利ですよね。そして次に中の容量を変更する仕切りですね。さっきのこちら上のメインポケット、あったんですけれども、こちらと、この下のポケットですね、ここが一応分かれてる感じになりますね。これ中の仕切りをですね、ファスナーで外すことができまして、そうするとこれが全部で30リットルぐらいになりますね。ですので通常使うときはですね、物を入れるとここで止まる感じになるんですよね。奥まで行かないので物も取り出しやすいですし、ここはですね、別に靴だったりとか、あとは着替えとか入れたりするスペースとして使えるんですけど、何か物をたくさん入れたいっていう場合はですね、中の仕切りのファスナー外してもらって、これをマックスで使うことができます。ですので見た目は変わらず、シーンによって使い分けができるっていうのもこの大きなポイントかなと思います。そしてバックパックとしての機能性なんですけれども、こちらの背中の方にはですね、しっかりとこうメッシュが張ってありますので、夏の時期なんかはすごくいいですね。ベタベタしにくい仕様になっておりますし、ショルダーのストラップもですね、結構スポンジクッション入っておりますので、疲れにくく、フィット感も高いです。なんとなく女子っぽいイメージがあるミルクフェドのバックパックですけれども、こちらメーカーとしてもユニセックスでおすすめしてますし、カラーリングも実は結構豊富で、こちらのモデルはブラックなんかもあります。ぜひメンズにもおすすめしたいバックパックかなと思います。はい、突然ですけれども、ここでこの32リットルのバックパックですね、どのぐらい入るのかっていうのをですね、ちょっと実験してみたいと思います。こちらはですね、仕切りを外して、全部マックスで入る状態にしております。でそこにですね、この厚手のヘビーウェイトのスウェットですね、こちら何枚入るかっていうのをですね、ちょっとやっていきたいなと思います。はい、というわけで入りました。合計でスウェット厚手のやつですね、6枚入りました。でまだですね、後ろのポケットの方には、PC 薄いものだったらなんとか入れられそうな感じですね。もちろん前のポケットとかにも、まあ、小物だったらまだ入りそうな感じですね。メインのポケットだけで6枚スウェットが入りましたので、かなりの大容量かなと思います。この大容量のバックパックですので、まあ、通学、通勤、ちょっとしたキャンプとかでももしかしたら使えるかなっていう感じの容量になっておりますので、おすすめでございますので、ぜひご検討よろしくお願いします。当店はですね、ミルクフェドオンラインストアのみで展開しております。
ますので、ご注文いただければ最短翌日にお届けになっておりますので、ぜひですね、新学期新生活に向けてまだ買ってないという方はですね、まだ焦らなくても大丈夫ですので、ぜひご検討の方よろしくお願いいたします。はい、ではですね、本日のミッシュチャンネル以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回のミッシュチャンネルもよろしくお願いします。